最後にお届けする曲は、今回のニューアルバムに、今日のスペシャルゲスト松尾レミさんに書いてもらった曲を歌いたいと思います。ということでレミさんをもう一度お呼びしましょう。松尾レミ From Grim Spunky。 松尾レミさんです。ありがとうございます。お人形さんみたいでは最後に、もう一曲ね、私のニューアルバムに本当に素敵な曲を松尾レミさんが書いてくださいました。なんかやっぱり女の子の気持ちっていうか、そういうちょっとガーリーなね、はい、そうですね、雰囲気もあって、大切に歌っていこうと思ってますが、今日はレミさんと二人でね一緒に歌おうと思ってますはい、楽しみですでは、最後にお届けする曲は松尾レミさんに書いていただいた素敵な曲、キャンディームーン。ママのくれたスカーフを巻いて街へ繰り出すの、ワンピースに隠れて光る真っ赤なネイルはお守りよ。彼は電話に出ないし気にするのも疲れたわ。しまい込んだ裸の心、今夜は誰にも縛れないの。どこかで聞こえる電車のリズムに合わせ、ヒール鳴らし喫茶店まで私を守って、生意気やんと思う。お気に入りのベレー帽かぶり街へ繰り出すの、チョコレートの香りにつられ真っ赤なテラスはにやかね。彼が仕事終わる頃伝言が入ってたわ。久しぶりにあなたと会える今夜はおめかしして
皆さんありがとうございました。気をつけて帰ってください。どうもありがとう。